メーダ・ベール駅は、ロンドン中心部北西、メーダ・ベールにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ベーカールー線キルバーン・パーク駅と、ワーウィック・アベニュー駅の間に位置し、トラベルカードゾーン2に含まれる。当駅駅舎は、第2級文化財指定建築であり、2009年に、イギリス鉄道遺産小ロンドン地区部門を、歴史的駅建造物を損なうことなく近代化した。 事例として受賞している。当駅は、1915年6月6日、ロンドン電気鉄道の一路線だったベーカールーチューブが、パディントンからクイーンズパーク間の延伸線を開業させた5ヶ月後に、この延伸区間の途中駅として開業した。当駅は、ランドルフアベニューとエルジンアベニューが交差する地点にあり、ロンドン地下電気鉄道の建築家、スタンレイ・ヒープスが設計したロンドン地下電気。 鉄道参加各社共通設計の駅舎を備える。グリーン設計の各駅が2階建てだった。一方、当駅にはエレベーター用の機械室を設ける必要がなかったため、平屋となっている。エレベーターの代わりにエスカレーターを設置した最初期の駅のうちの一つである。駅舎から約1階分の階段を降りたところに改札口があり、そこからエスカレーターで下って、 ホームに至る構造である。ロンドンバス16、98、332、深夜バス N16、N98 が当駅の北東にある、メーダベールロードを経由する。当駅の駅舎とコンコース上にあるモザイクは、アルフレッド・ヒッチコックの1927年の映画、ダウンヒルト1983年のステファン・ポリアコフの映画、ランナーズに登場した。いずれの作品にも、 開業時からの木製のエスカレーターが描かれた。駅の外観は、イギリスのシチュエーションコメディ、マン、アバウト・ザ・ハウスが1974年に映画化された際に作品中に登場している。ケミカル・ブラザーズの2005年のシングル、ビリーブには当駅ホームに到着する列車が描かれている。リチャード・カーティスの2013年の映画、アバウト・タイム。 愛おしい時間についてには二人の主人公が当駅のエスカレーターで行き違いになるシーンがある。ありがとうございます。